これから金作丸へ出発です。ここで一回トイレタイム。これは沖縄千鳥です。絶滅危惧種。でもここでたくさん咲いてます。もうこの先はもうマスクを外せると結構です。金作丸に着きました。ここから出発です。こんな感じの山道を1時間半ぐらいかけて歩いていきます。クワズイモの葉っぱでっかいです。すごい、こんなでっかいの。さて、これで上がるかな。看板が倒れてます。みんなでお父も頑張れ。上がった。これを入れなくなってます。シマサルスベリ、これもシマサルスベリです。これ宝禄いちご。これ何って。これ何。キイチゴ、琉球いちご、琉球黄色なんだって。これほらほら、かわいい花よ。ほらさっき撮って、うん、あ、違う、うん、そう、違う、別なんですって、うん、種類が。種類が別の違う。うん、ハトド。はい、ありがとう。あ、これは初めて見た。知らなかったね。知らなかった。すごい山奥に入っていきます。わ、なんか綺麗ね、やっぱりね。ね、あと写真撮る。これなんか、違う。琉球サギソウ。絶滅危惧一ビール。上から二番目。どんな花なんだろう。あ、花が。サギが飛ぶような地帯。ね、やっぱ何月で。水場所。でもでっかいよね、やっぱりここの。ホテルの傘。痒くなるね。痒くなる。痒くならない、うん、なんか全部がやっぱり大きいね、ここの葉っぱね。龍谷蘭ですか。龍谷蘭。ヘゴなんだ、これは。ヘゴ落ちないでね、森さん。で、このヘビの鱗がある。これがヒカゲヘゴ。すごいよね、こういう風に生えてるね。すっごい求めて、こんなに見えるヘゴと日陰ヘゴがあるんだって。これもすごいよね。何が絡まってんだろう。すごいね。ねえ、こんな、やっぱり綺麗だね。南西諸島固有の沖縄ジーっていう風に今名前が定着してます。沖縄ジー、シイノキの中の沖縄ジー。去年全くつかなくて。沖縄ジーじゃなかった。今年もそんなにつかなくて。沖縄ジーね。食べるものがなくて。これ違うんですか。これ。あ、そうだそうだ。違うの？全然別物です。鹿児島にもあるよね。シダの実、かわいい。
お正月のお餅の下に敷く飾り、あ、裏白なのこれ、でっかい裏白、あ、これ何しだった、奄美市だったかな、え、ちょっと触ってみよう、かわいいね、あの今新、今新若葉の新芽が出てますね、お正月に使う裏白、こんなにでっかい、今度試してみてください、なので大体シダの新芽ってのは食べれる種類が結構あるんですよ、はい、うん、でもここのやっぱり大きいわ、でもこれすっごい強いのよね、このツルね、そうそう、ツルばっかりさつまさん嫌い、さつまさん嫌い、漢字で書くとね、さつまに山から帰ってくるって書いて、さん嫌い、さん嫌い、さん嫌い、帰ってくる、奄美ではね、いろんな神事、ロマンがあるよな、使われますね、あの、野呂神様、糸神様が、じゃあ、奄美パークに飾ってある、まあ、これも下手して、え、何を何を、奄美パークに、その時にこの参入の時のこういろんなものを飾ってあるじゃん、うん、あの、大体ね、7種類ぐらい、シダの仲間だけで飾ってる、やっぱいいんだね、柳の葉っぱとちょっと似てるでしょ、あ、柳いちご、ちょっと実がちっちゃくてあんまり美味しくない、へえ、知らなかった、あ、でもこれもあるわ、その辺に、うん、柳いちご、あんまり美味しくない、あんまり美味しくない、ほら、ほら本当だ、このこうてっぺんをこう取るのってすごい綺麗だね、ここね、ちょうど今日半月、あ、そうだね、あ、そうだね、みんな月寄せ、それとサルスベリ、ほらちょうどここいい感じ、月が出てきた、これが絶滅危惧種って言いたくなるぐらいもういっぱい出てきます、こういうやっぱりジメジメ、うん、そう、ここで沢沿いとかね、あー沢、沢、こういったところもね、行ってもおかしくないんですけど、何がいるって言いたくなる、何がいる、奄美花咲ガエル、奄美花咲ガエルがいそうなところ、石川ガエルもこの辺にいます、石川ガエルも出てくるかも、出てくる、残念ながらいません、残念ながらいません、この人たちは大丈夫です、日陰ヘゴの晩婚板状のものってこと、え、その上に琉球、要するにここまでが根っこなんですよね、へえ、これ根がね、蜜に絡まってるんですよ、これ一本一本が根っこです、うん、そうなんだ、あ、そう見てみればそれそこのもだもんね、うーん、その、ね、え、それに琉球日陰ヘゴがなってるってこと、あ、本当だ、ここ綺麗だね、すごいね、この放射線状というか円形のね、うん、いい感じ、まあ、ちょっと逆光ですけど、すごい、でこれは小便の木、小便、どれどれ、小便枯れてるけど、枯れてる、まあ、だけどなんとかの白滝なんて綺麗な名前つけるよりかは小便の木の方がよっぽどインパクトがあって、大体皆さん覚えていかれますけど、え、黒金餅がこんなとこにあるんだ、あ、いい感じですね、そうなんだ、へえ、奄美エビね、これ洞窟の対象種、怖い、ウラジロ群生地です、このゼンマイみたいなの食べられるそうです、たくさん下までたくさんなってます、枝の出方が面白い、同じ場所から3本4本枝が出てる、ヤブコウジカの木立ち花、山の奥へどんどん入っていきます、
明るくなってきました。もうそろそろ終わりです。もうここは山の頂上かな。なんか知らない木がいっぱいです。ここなんかすごい崖の下、山が深いです。来ました。でここ降りて行くってことはまた登ってきますね。もう折り返しするんですか。下が折り返して42段階段を降ります。近道じゃありません。残念でした。残念でした。登るぞ千秋さん。どうぞ。私たちはゆっくり、うん、ゆっくり。いいから。鍛えられてるんじゃないですか。いや、膝が悪いのよ。本当深いわ、うん、結構ね、うん、森さん私たち用のね、うん、階段だよ。一段で降りる。ああ。42段結構長い。大きなどんぐりが鳴ります。樹齢200年。沖縄裏次郎菓子、ブナの木、樹齢200年、パワースポット、ハッシュタグ元祖到着です。約2時間ぐらい歩いたかな。2時間は歩いたかな。いい感じでした。まだ実がついてました。そうですよね、うん、そのカーブカーブのちょっと手も。ありがとうございました。終わりです。